書を作っちゃおう。モードセレクト、好きなモードを選んでね。シナリオモードね。完成だわ。ステージセレクト、好きな女の子を選んでね。遊びに来ないかな。おりゃいかしゃもんじゃ、リターン待ちじゃ。来たは来たけど、一番厄介なのが来たみたい。ちょっとミルキー、いきなり想像しいわね。なんなのよリターン待ちって。根性は昭和いかないにゃ。はあ、もうなんなのよそれ。私がいつあんたと麻雀したってのよ。わけわからんのはお前じゃ。ちょいさっき囚人部屋の格好で麻雀勝負したぴょん。してない。したぴょん。してないったらしてない。絶対したぴょん。してないったらしてないったらしてないったらしてない。じゃあとりあえず麻雀勝負で勝った方が正しいってことにしましょう。やじゃしりゃ。やっぱおみやはいい加減すぎるぴょん。何よ、あんたもともと麻雀しに来たんだから文句ないはずでしょ。あー、なるほど。ほんじゃスタートだぴょん。Yay!
ちょっとアイドル雑誌を作っちゃおう。モードさ、シナリオモードね。完成だわ。ステージセレクト。南米から取り寄せた幻の花ラフレシアをトッピングした究極の一品。はいはい、ストップ。舞ちゃん、これなんかの間違いよ。私別に注文なんかしてないもん。でもさっき電話でスーキーパイだけどおすすめのパイを10人分持ってきてって言ってたじゃない。あちゃ、やっぱり。何よ。あのさ、舞ちゃん、さっきからそうやって寿司、そば、ピザ、ラーメン、お弁当屋さんとかが立て続けに押しかけてきてんのよ。舞ちゃんで6軒目。へえ、京子さんって思ったより大食いなんだ。なわけないでしょ。いたずらよ、いたずら。参ったな、これじゃ今日は仕事になんないわよ。いつも仕事なんかしてないよ。まったく、スーチーパーになんか恨みでもあんのかしら。でも恨みを買うようなことは思い当たらないし。本人に自覚がないってのが最悪よね。ん？なんか言った？まあとにかく犯人を突き止めないとラチが開かないわ。というわけで舞ちゃん、麻雀で勝負よ。はい。頑張っちゃうわよ。はい。
ちょっと、あー意地悪。アイドル全集を作っちゃおう。モードセレクト、シナリオモードね。ステージセレクト、好きな女の子を選んでね。聞こえます、聞こえますわ。破滅の足音がゆっくりとこちらに近づいてきます。すいません、あのここゲームセンターなんで、なんかの PR や勧誘だったら外でやってもらえますか。ああ、ジャンマー様、どうかこの者の発言をお許しください。この者はまだ自分の身に何が起きているのかを理解していないのです。もう外でやってって言ってるでしょ。まだわからないのですか。あなたの、いいえ、スーチーパイの身に破滅が近づいてきているのですよ。え、何のことよそれ。ジャンマー様は現在、過去、未来、全てをお見通しなのです。ああそう、じゃあ私が今朝何を食べてきたのか当ててみなさいよ。はあ、はあ、来ました。はあ、来てます。あなたが食べたのは賞味期限が切れる5分前のデラックスのり弁当とミネラルウォーターとビタミン剤2錠ですね。ゲゲ、私のこの健康に気を使ってるようで使ってない食生活をよく見抜いたわね。私の力ではありません。ジャンマー様のお告げによるものです。で、どうしろっていうのよ。一緒にお祈りでもしてほしいわけ。残念ですが、祈りだけではあなたに迫った破滅を回避することはできません。あなたが救われるかどうか、いいえ、あなたを救う価値があるのかどうか、それを見極めるためにこの私と麻雀勝負をしていただきます。もうなんだかよくわからないけど、とにかく勝ちゃいいのね。よし、勝負開始よ。負ければ幸せになりますわよ。はい。偉大なる神ジャンマーよ、光を与えたまえ。はい。はい。
えますわ。全てはジャンマー様のために。はいはい、偉大なる神ジャンマーよ、光を与えたまえ。はい、ちょっと、
揃ってる揃ってる。それそれ、はい、ポーン。それそれそれ、ちょっと、もう一は、アイドル全集を作っちゃおう。モードセレクト、シナリオモードね。ステージセレクト、好きな女の子を選んでね。いらっしゃい。どうしたの、寝巻きのままで。みゆり、今日病院で検査の日なんだけど、始まるまでまだたくさん時間があるから外で遊んできてもいいよって言われたの。よかったじゃない。じゃあ何して遊ぶ。あ、いいの、京子さんはお仕事が忙しそうだもん。だからみゆりスーチーパイさんに遊んでもらおうと思ってここに来てみたの。そうなの。まあここで待ってればきっと現れるわ。スーチーパイさんいつも暇そうにしてるから。いつも暇じゃないよ。たまに愛と正義のために頑張ってるもん。その通り。みゆりちゃん偉い。どうしてみゆりが偉いの。偉いのはスーチーパイさんじゃないの。そう、偉いのはスーチーパイ。でもそれを分かってあげてるみゆりちゃんも超偉いって感じ。あ、そうだ京子さん、麻雀したいなって思ってればスーチーパイさんが早く来てくれるかもしれないね。それはいいアイデアだわ。じゃあ私はお店の仕事があるからこれで失礼するわ。うん、お仕事頑張ってね京子さん。スーチーパイ健三、こんにちはゆりちゃん。うわー、スーチーパイさんだ。ねえねえスーチーパイさん、みゆりと麻雀で遊んでください。お安いご用よ。じゃあみゆりちゃん、早速だけど勝負開始よ。うん、
ちょっと、アイドル全身作っちゃおう。モードセレクト、シナリオモードね。ステージセレクト、好きな女の子を選んでね。見て、クロちゃん、しけたゲームセンターね。ちょっとあなた、店の中にヘビなんか持ち込まないでよ。まあ硬いこと言わない言わない。こら、言うこと聞かないとお姉ちゃん本当に怒るわよ。子供扱いしないでほしいわね、スーチーパイこと三崎京子さん。なんで私の正体を。でまあ最近は子供でも知ってるぐらい有名になった証拠ね。私は子供じゃないって言ってんでしょうが。はあ、じゃああなたはいくつなのよ。18よ、18。ダメでちゅよ、うちゅなんかちゅいちゃエーマちゃまに舌抜かれちゃいまちゅよ。嘘じゃない、このバカバカバカ。わかったわかった。あなた名前は。チルルよ、サオトメチルル。じゃあチルルちゃん、お姉さんが本当に大人なのかどうか調べてあげるわ。どうやって調べんのよ。まあちょこちょこっと見せてもらうだけでいいかな。どこよ。それは見せてからのお楽しみということで。いや絶対いや。ちょ、指で触るだけでも。死んでもいや。だったら自分で証明してみなさいよ。どうやって証明すればいいのよ。そりゃまあ18歳未満にはとても真似できないようなことをして見せるしかないわよね。わかったわよ。さあチルルちゃん、お姉さんにチルルちゃんがもう大人だってところを見せてごらん。さあてチルルちゃんが可愛がってあげるわよ。ちょっと